皆さんこんにちは、ビーすけです。今回紹介するのは無印良品から新作の文房具が登場したので紹介していきたいと思います。この他にも木軸のボールペンが登場したんですけども、そちらは別の動画で紹介していきたいと思います。まず最初にこちらの2点なんですけども、1つ目が木軸の 2mm 新シャープペン、2つ目がその改進ということで、この2点を紹介していきたいと思います。 2mm シャープペンの特徴や同じく無印で売ってる改進の気になる点などを紹介していきたいと思います。まずはじめ 2mm シャープペンの外観なんですけども、ぐるっと一周するとこういった形になっています。外観は太めの鉛筆のような外観となっていまして、かなり高級感があります。こちらはですね、お値段が550円となっていまして、上部に消しゴムが付属しているんですけども、空気穴がついていまして、常時入れられる芯は1本のみとなっています。こういった 2mm 芯のシャープペンについては、ドロップ式とノック式という芯の出し方があるんですけども、こちらはですね、通常のシャープペンと同じように使えるノック式となっています。なので押しっぱなしにしても芯が出る恐れはないですし、芯ホルダーというよりはシャープペンに近いような感じです。またですね、木軸シャープペンとなっていますので、物によって風合いが変わってきますので、ご自身のお好きな唯一無二のデザインを選んでいただければと思います。次に改進の方なんですけども、サイズ感的にはかなり大きめで、改進の蓋はセロテープで留まってるだけですね。緩かったりすると困るんですけども、改進の蓋の強度を見ていきます。結構緩めですね。ポンと音はするんですけども、何かの時に外れてしまいそうな感じはします。ゴムのリングがですね、こちらについていますので、一応滑り止めにはなってるんですけども、気休め程度のような感じですね。こちらは改進が3本入りとなっていまして、お値段が120円の税込みなんですけども、気になる点はですね、上部の蓋のことと、それから改進の濃さが HB のみとなっていますので、芯の濃さが選べないのが非常に気になる点かと思いました。ちなみに今回のシャープペンなんですけども、芯削りがついていませんので別途購入する必要があります。個人的に考えたのはですね、こちらの配信はそのまま使って、中身については三菱鉛筆からこちらの製品が販売していますので、この製品であれば5本入りでかつ200円ほどで購入することができますので、芯の濃さを変えたい方などはこちらを購入した方がよろしいかと思います。それではノートを使って書いていきたいと思います。 2mm シャープペンの主な使い方なんですけど、まず1つ目がマークシートを塗りつぶすのに向いています。2つ目が絵を描くとき、今流行りの細書きのシャープペンですと、図形などを描いて色を塗るときなどはポキッと折れてしまう恐れがございますので、太めの芯の方が使いやすいです。それと3点目なんですけども、ノートを取るときということで、ピースケ自身もですね、こちらの鉛筆を手にしたときには難しいイメージがあったんですけども、鉛筆と同じようにお使いいただけると考えると非常に分かりやすいかと思います。それでは芯をノックしまして、ノートに書いていきたいと思います。やはりですね、鉛筆のような安定感がございまして、筆圧をかけても全く折れる気配がないので、こういった形で図形を塗りつぶす時などもいいですし、特にマークシートにはかなり向いている鉛筆かと思います。試しにこちらの四角を塗りつぶしてみるんですけども、かなり筆圧をかけても折れる心配が全くないので、マークが薄すぎて読み込まれないというエラーがなさそうなので、マークシートにはかなり向いてそうな感じですね。はい、ということでこの動画は以上になります。無印良品で購入しました木軸 2mm シャープペンをレビューしてみました。シャープペン自体が550円で、改進が120円なんですけども、芯の濃さが HB しかないのが気になりました。それとですね、改進の蓋なんですけども若干緩めなので、蓋の止まり具合については気休め程度に思っておいた方がよろしいかと思います。改進は3本しか入っていないので、三菱鉛筆の芯ホルダー用の改進がおすすめで、5本入りとなっていて、かつ芯の濃さも選ぶことができますので、なるべくそちらを選んだ方がよろしいかと思います。木軸のシャープペンがお好きな方はお値段も安価に抑えられていますので、お近くの無印良品で探してみてください。最後にこちらの消しゴムでマークを消しながら終了したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。あんまり消しゴム消えないみたいですね。こちらはおまけ動画なんですけども、改進の削り方についてなんですけども、ピースケはですね、以前こちらの動画で大人の鉛筆というものを購入していまして、こちらに付属している削り器が使えそうだったので、最後におまけでつけておきます。こういった感じで左右にくるくる回すことで削ることができます。ちょっと分かりづらいので反対にしてみました。はい、こんな感じで削ることができました。それでは改めましてご視聴ありがとうございました。